みんな揃ったね。真冬も早く来られてよかった。うん、実習室今日は清掃業者の人が入るみたいで、まだ途中だったんだけど追い出されたんだ。へえ、でもラッキーじゃん。ねえ、ライブイベントまでまだ時間あるし、せっかくだから屋台でも見て回らない？屋台か。こういうお祭りって全然行かないから、何があるのかよくわからないけど。じゃあ、いろいろ見て回ろうよ。レッツゴー。あ、ちょっと瑞希、一人で行ったらはぐれちゃうでしょ。外れた。もう全然当たんない。えなってば下手くそ。しょうがないでしょ、射的なんて普段やらないんだから。ここな。すごい。え、もしかしてあの倒れてる景品って全部真冬が撃ったの？一番難易度高い景品まで当ててる。真冬、もしかしてこういうの得意なの？うん、射的は初めて。でも狙って撃つだけだから簡単だったよ。ちょっと、それって私への当てつけ？別に、本当のことを言っただけだけど。はあ？あんたね。引き金を引くのも結構力がいるんだね。全然当たらないし、持ってるだけで重いし、疲れてきた。奏、大丈夫？うん、腕が痛くなってきたから少し休む。ま、無理するのも良くないしね。エナも取れてないし大丈夫大丈夫。うるさいな。そういう瑞希だって全然景品落とせてないじゃない。実はさっき一つ落としたんだよね。ほら、このキーホルダー。これ何のキャラクター？渋谷のご当地キャラクターだよ。渋ニャーゴって言って最近人気なんだ。これ猫なんだ。可愛くないね。むしろそこがいいんだって。ちょっと小バカにしたような目がいいっていうか。早速バッグにつけちゃおうっと。え、今つけるの？っていうかバッグのデザインと合ってなくない？そういうのはいいのいいの。みんなで夏祭りに来た記念ってことで。記念？瑞希、そんなこと思ってくれるんだ。これでよしっと。見て見て、かわいいでしょ。やっぱりバッグと合ってないってば。でも記念ってことならいいんじゃない？っていうか、みんなもう射的やんないの？うん、全然当たんないし、もういい。私も了解。じゃあ次何しよっか。お腹は？まだそんなに空いてないかな。じゃあヨーヨー釣りやろうよ。ライブの時邪魔にならない？そんなに何個も取らないから大丈夫だって。ほら行こうよ。ああちょっと、急に走らないでってば。ねえ、愛梨ちゃん、あのペンギンのお面、みのりちゃんとはるかちゃんに買っていかない？いいわね。丸くてフォルムが可愛いし、はるかが喜びそう。次の配信でも使えそうね。あら、何か落ちてるわ。キーホルダーみたいね。可愛い顔。え、そう？ちょっと感じ悪い目つきだけど、誰かが落としたのかしら。
楽しかった。ミクたちともこうやって遊びたいな。でも世界でお祭りって言っても何もないでしょ。そうだけど。あ、屋台で使えそうなものを僕たちで準備したらいいんじゃない。準備って何を。ヨーヨーとか射的とか。射的は輪ゴムとかにしてさ。ミク喜びそうけど、さっきの射的はリベンジしたいかも。バカにされっぱなしは性に合わないし。エナ下手くそだったもんね。は？じゃあさ、また機会があったらみんなで。あ、瑞希？ううん、なんでもない。それよりもうすぐイベントが始まる時間だよ。最初はアマチュア部門だけど、せっかくだし見に行こう。うん。瑞希、さっき言いかけたのって何だったんだろう。ちょっとは楽しそうにしてるかなって思ってたけど、やっぱり相変わらずって感じかな。エナ、どうしたの？みんな先に行っちゃうよ。あ、ごめん、今行く。思ってたより人がたくさんいるね。そうだね。奏大丈夫？人酔いしない？今のところ。あんまり前に行かなきゃ平気じゃない？ほら、あの木のあたりとか、そこまで人もいないし。ステージも見えるし、いいんじゃない？じゃあ、あのあたりで聞こっか。お、凍らせたペットボトルを持ってきたし、ちょうど飲み頃かも。奏にちょっとあげるね。あれ？どうしたの？キーホルダーが、ない。それって、さっき射的の景品で瑞希がもらってたやつだよね。さっきまでバッグについてたけど。うん、そのはずなんだけど、どこかで落としたのかな。え、そうなの？じゃあ今から探しに行こうよ。ああ、いや、いいよ。もうすぐイベント始まるし、こんな人混みだし、探しても見つからないんじゃないかな。でも、瑞希あれ気に入ってたじゃん。今日の記念にするって。そうなんだけどさ。残念だけど、諦めるよ。よくないでしょ？探してもいないのに諦めていいわけ？でも、もうイベント始まるし。ごちゃごちゃうるさい！ほら、一緒に探しに行くよ！ええな？真冬と奏はここで待ってて。プロ部門が始まる頃には帰ってくるから。わかった。気をつけてね。瑞希、あった？ない。ねえ、どうせ見つからないし、もう戻ろうよ。でも。早速バッグにつけちゃおうっと。え、今つけるの？っていうか、バッグのデザインと合ってなくない？そういうのはいいのいいの。みんなで夏祭りに来た記念ってことで。やっぱり、もう少し探そう。でも、ただの景品のキーホルダーだよ。そこまでしなくても。私が納得いかないって言ってるの！そうだ、落とし物として届いてるかも。瑞希、行ってみよう。あ、待ってよ、エナ。え、本当にあった。ほらね、だから言ったでしょ。あの、このキーホルダー、どんな人が届けてくれたんですか？そうだったんだ。
エナ。本当にありがとう。別にいいってば。私が探そうって言い出したんだし。それよりイベント始まるし、奏たちのところに戻ろ。うん。あれって。